ああ、そうやね。その焚き火とかも含めて差し支える位置には立てんといてるのね。あ、俺いつものところに立てる。オッケーオッケー。めちゃ水持ってきたでね。あ、ほんと10リッター飲める水10リッターと 1.5 と飲めない水2リッターも。他にいっぱいある時やったら、キャンプ道具はそれが許されるじゃん。ああ、音楽流して。これ思ったよりちっちゃかったでさ、すげえ真ん中に置いたんだね。やべえな。みんなにさ、テント設営とかも動画上げるかもしれないんですって言ってさ、昼間から、言っとったんやけどさ。まあ却下やもんね。それどころじゃないね。本当にそれ。どう立てていいんかようわからない。パズル感がエグいんだけど。おめっちゃいがんどるぞこれ。くっそ。ダメやな、やっぱむずいな。完成らしい。あ、しんどい。この台いいね。これ100均の椅子やで。ね、直置き。暑い。焚き火暑い。
コッと入るんかな。それよな。うん、それよな。うん、それだいぶ問題よ。いやもね、うん、中で組み立てんと無理かもしれない。全然入らんけど。あっち側 V に開くでさ、一回入れれるわけね。うん、それ便利やね。ブドウ食べる人。ん？ブドウ食べる人。俺か。どっかにある。あれ、ない。なぜ。あぶら引いたこれ。引いてない。やおね、油ない。今あるよ。ちょうだい。やっぱいる。いる。やおね、もう豚やで、豚やろそれ。豚ありがとう。暑い。うまい。それ熱くなれてるの？熱くなるよ。ちょっと熱いだけ。やっぱ皮手が無敵よ。そうやね。うん。なんかっていいやん。ドライカレーの素とマフィンとマフィン、うん、ニンニクマフィン、ニンニクマフィン、イングリッシュマフィン、チャーハンに鶏肉と味噌入れて、うん、あとマイタケ買ってきた。うん、おえ？え？嘘やろ。調理しない。調理しない。肉焼きオンリー。もしかして？マジか。ね、この味噌バラといえば。
なくなってまったね。めちゃめちゃ早いなって思いました。思っとった。ご飯いらんな。5時か。まだ落ちんか、日は。6時半から7時じゃない。いや、ね、6時ぐらいになったらご飯。パンダ TC の入り口をヘッドレストにして居眠りしております。この使い方は目から鱗です。いい。カメラアングル的にめっちゃいいよ、撮れたんじゃない。確かに。このぐらいのサイズいいやろ。うん。最近このぐらいに小分けにしようとしとるんやん、わざわざ。あ、そうなの。うん。切るときにってこと。そうそうそう。あの、大きいの切って、うん、あの、軽くして、わざわざ。ああ。で、そこに掘り込んどる。そういうことね。すごいいいサイズだ。そうやろ。いい日だな。いいよ、このままで。溶けんのやった。グリップクソ邪魔やね、これ。逆にしたら。あ、文字読めんくなるか。どうで逆にしたら。はい、どうぞ。こんな感じ。久しぶりって。久しぶり。これは刺激不足ゆえにだらった。もう亮さんと2人でソロキャンです。ソロキャン、おのおのでキャンプを隣でやってます。君から見た僕は、君から
近くるで。ああ、そうマジで。動物対策しなかったね。そう。愛こそが全てさ。幸せだったなんて聞かないでくれ。年き人を。年しき人を胸に抱きしめて僕が聞きたいよ僕が聞きたいよ君が幸せだったか終わらない私はきっとな見送る人を皆拭いて背中見届けの中で僕は一人花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたのそばで何だろういつまでもあるのだろうか俺の真上にある太陽はいつまでも守りきれるだろうか泣き笑い誇り決める表情をそれ全てなくなるのならば二人の出会いにもっと感謝しようあの日あの時あの場所の奇跡はまた新しい奇跡を生むだろう愛することで強くなること信じることで乗り切れること君が残したものは今も胸にほら輝き失わずに幸せに思う巡り会えたこと俺の思いを取り戻せたことありがとう溢れる気持ちを抱き進む道のり花びらのように散りゆく中で愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい花びらのように散ってゆくことこの世界で全て受け入れてゆこう君が僕にだから僕は精一杯生きて花になろうだいぶ練習したやろでもねめちゃ上手くなっとってびっくりした嬉しい届いてくれるといいな君のわかんないところで僕も今
みたいな思いを懐かされて流すハーモニーありがとうとごめんねを繰り返して僕ら恋しさを積み木みたいに乗せてゆくありふれた時間が愛しく思えたらそれは愛の仕業と小さく僕に向けられてるルーサイも何一つ見落とさないそんなこと考えている嫌気がさすでもいつか裸になり甘い太陽に触れて指がさ、なんで痛いのか分からんけどさギターもあるんじゃない？ギターもあるし刺さったやつもあるし見せつけ合うやって暮らしてあとこれももらったらいいね、そういえばおぉハンギングチェーンねうんそれ使えるよ、結構早速ああワンポールやと使えんねなんか引っ掛けるとかあるなくはないけどあ、ほんと S 字か花びらでもいいよ、さ今日出番ないな力注ぎすぎてさ、写真とか一切撮ってないじゃない。あ、そうやね。高すぎる間違い探しの間違いの方に生まれてきたような生きていたけどだけど間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと
んか昔の歌とさ今の歌ってさ、うん、コード違うねやっぱり違うね傾向があるよねうんあるあるあるそれがすげえ面白いなって思うなんか最近の歌なんか変なコード使っとるねセブンスとかああそう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 多くなっとる感じですね、うんアメフェスの中はこんな感じランタンハンガーはないですねこんな感じですまあ一人なら全然いけるかなになったらやんのかなこれでさ、はい、目玉焼き作ろうと思ってああ、ステンやろそれステンうん、やばいよどうなるもうね、大変なことになるマジか真っ黒になるよやってみてもいいと思うよ黒くなるうん、真っ黒になってねこびりつくねこんなつくってぐらいで帰るよ。昨日の夜ギターの時にまた一人知り合おった。誰やって。知り合いが多すぎやろ。チーズを乗せて。卵で、マフィン熱いハムマフィン、ついたお揚げ、やっぱ揚げ屋でむずいな隣の朝ごはんが、ああ、ほんとやカレーパンをホットサンドほぼ切れとるんじゃない、うん、このね、硬くなっとるでねああおしゃれ食べ過ぎ、うん、おお、カレーパンのホットサンドつく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 やめてやめて危ない危ないやばい事故事故来た事故来たやった消毒まあ美味しいですうん西エフェルまだ聞いたことないうまいめっちゃうまいなカレーパンめっちゃうまいカレーパンめっちゃうまいこれカレーパンめっちゃうまいびっくりしたカレーパンめっちゃうまいらしい一口ちぎってあげようか一口ちょうだい熱い熱い熱い
たちぎりのカレー。うん、うまいな。これはうまいな。これはうまいな。もうカレーがめちゃめちゃうまい。自粛中やでさ、うん、あのホットサンドメーカーで作れるんでぜひみたいな広告風のあれや YouTube でよく今、うん、ドラッグストアやね、どこでも売ってるよねこれ。どこでも売ってるカレーパンをホットサンドメーカーで挟んで焼けばめちゃうまくなるということで、12時から14時の間で待ってます。お昼ね。届けてもらう気満々かこれね、修道さんやね。修道さんいいわ。